ダスティン・デビット・ニッパーとは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、ホイーリング出身の元プロ野球選手。代理人は、スコット・ボラス。韓国球界での登録名は、2002年の MLB ドラフト15巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスに指名されて契約。この年は、ルーキーリーグで17試合に登板した。2003年に、シングル A、翌2004年は、 a 級エルパソディアブロスに昇格した。2005年9月8日に先発でメジャーデビューを果たす。9月29日、先発3試合目でメジャー初勝利を記録した。2006年は2試合先発を任せられるが、いずれも敗戦投手となりメジャー定着はならなかった。トリプル a 級ツーソンサイドワインダーズでは13勝8敗の成績を残すも防御率4.87。 ホイップ1.52と安定感に欠ける内容だった。2007年は中継ぎとして36試合に登板。この年以降、中継ぎでの登板が増える。2008年3月28日に、ホセマルテとのトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍した。同年は、開幕ロースター入りを果たしたが、シーズン序盤の4月22日に故障者リスト入りした。復帰後は、 ロングリリーフや先発ローテーションの谷間に登板した。2009年は7月にメジャー昇格するが、昨年同様20試合の登板にとどまった。2010年は開幕ロースター入りを果たしたが、7月19日の対デトロイトタイガース戦で、オースティン・ジャクソンの打球が頭部を直撃。15日間の故障者リストに入るが、9月4日の対ミネソタツインズ戦で復帰。結局、 自己最多の38試合に登板しチームの優勝に貢献した。12月2日に FA となった。2011年1月12日、久保、トサンベアーズと契約。4月2日の対 LG ツインズ戦で初登板初勝利を記録。先発ローテーションに定着し、7月1日には対 LG 戦で初完封も達成した。その後15勝6敗。 150奪三振、防御率2.55の高成績を残した。これは、同年の韓国プロ野球の外国人投手の中では、最多勝ちであった。2011年11月、登山は早々と2012年シーズンの再契約を結んだ。2012年は11勝、2013年は12勝、2014年は14勝と、韓国で4年連続2桁勝利を記録した。 2015年は、故障による長期離脱で6勝止まりだったが、準プレーオフ、プレーオフ、韓国シリーズといったポストシーズンでは、好調を維持し、先発として活躍、登山の韓国シリーズ優勝に貢献した。2016年は、自身初の20勝以上を記録、最終的には22勝で自身初の最多勝ち、また2.95で自身初の最優秀防御率を、 受賞した、ま、たたまレギュラーシーシズン mvp にも選出された2017年7月27日、キロトンウィズ戦で通算91勝を記録、ダニエル・リオスを抜いて、韓国プロ野球における外国人選手通算勝利数の新記録を達成した。2017年シーズン終了時点で、韓国通算94勝を記録するも、2018年保留選手名簿からは、 除外された。2018年1月4日、韓国プロ野球、k t ウィズと契約。韓国プロ野球における、外国人選手通算勝利数の記録を102勝まで伸ばしたが、同年限りで退団した。2019年は、無所属で、同年限りで現役を引退した。引退後は韓国に戻り、ニッパートビッグドリーム野球教室を運営する。最大の武器は、 回転数が多く最速時速1 5 3トルの直球。また変化球では右打者相手にはスライダーを多く投げ、左打者相手にはチェンジアップを多く投げる。同じチームの仲間である超厳順の話によると、普段ニッパーとは70から80%程度の力で投げるが走者が出れば100%の力で全力投球をするという。ありがとうございます。